役者の早乙女友希、早乙女友希さんは大衆演劇で有名な早乙女太一、早乙女太一さんの弟です。2017年にスピード、スピードの島袋ひろ子、島袋ひろ子さんと結婚して話題になりました。今回は早乙女友希さんの兄弟や両親、そして家族について見ていきましょう。早乙女友希のプロフィール、愛称、ゆっくん、本名、西村友希、生年月日、1996年、平成8年、5月14日。身長、172cm。出身地、福岡県北九州市。最終学歴、埼玉市立春野中学校。所属事務所、フリー。目次、早乙女友希の兄は早乙女太一で妹も劇団員。早乙女友希の父や母について。早乙女友希の家族。早乙女友希の兄は早乙女太一で妹も劇団員。早乙女友希のお兄さんは、大衆演劇、劇団スジャク、二代目を務めた早乙女太一さんです。100年に一人の天才お山として騒がれた逸材で、流し目王子、と称されています。ちなみに劇団スザクは2015年2月に解散しているとのこと。幼い頃は太一さんがゆきさんによくちょっかいを出して、切れて喧嘩をしていたそうです。妹は鈴鹿あゆみさんで、2001年生まれです。2021年にちょうど20歳の成人を迎えることになりますね。あゆみさんも3歳で舞台デビューを果たしています。あゆみさんは早乙女友希さんの20歳の誕生日に自身の SNS でお祝いの言葉を載せました。優しくて気遣ってくれるとても良い兄なのだそう。早乙女家は兄弟の仲がとても良いようですね。早乙女友希の父や母について。早乙女友希さんの父親は青井陽之助さんで、大衆演劇、劇団スザクの座長でした。本名は西村隆史さんといい、福岡県北九州市の出身。1987年に青井劇団に入団した後、2003年に劇団スザクを立ち上げました。なかなか厳しい指導をすることで知られ、我が子に対しても容赦なかったといいます。それも令和の時代だと DV 家庭内暴力で児童相談所から指導を受けそうなレベル。厳しく叱りつけるだけに止まらず、殴ったり蹴ったりしながら演劇を教えていたそうです。子供たちはみんなひたすら耐え抜いたといいます。よく大人になるまで、兄弟皆演劇を続けてきましたよね。言い換えれば、大衆演劇は、厳しい稽古に耐え抜かないといけない大変な世界、ということなのでしょう。さらに大衆演劇の劇団は一つの場所にずっと止まらず、次から次へと場所を移動。早乙女友希さんも生まれた時からそのようにあちこち場所を移る生活をしていました。学校もその都度転々とするので、ろくに学ぶ機会は与えられなかったでしょう。友達ができても、すぐに次の場所へ移動しなければならず、寂しかったに違いありません。それも劇団一家に生まれた宿命なのかもしれませんね。早乙女友希さんのお母さんは鈴鹿奈々さんで1972年に生まれました。本名は西村ひろみさんで、福島県の出身。青日之助さんが劇団スザクを立ち上げる前は、別々の劇団に所属していたといいます。14歳で大衆演劇の世界に入り、舞台中心の生活を続けてきました。その中で子育てもしなければならず、相当大変だったことでしょう。青日之助さんと鈴鹿奈々さんは10代の頃から面識があり、遊び仲間になったといいます。二人が結婚したのは、清志助さんが、俺と結婚しろ。と脅したから、なのだそう。さすがは九州男児、男らしくスパッと求婚したのですね。早乙女友希の家族。
早乙女ゆうきさんの新しい家族は妻、島袋ひろ子さんです。1990年代後半に一世風靡したアイドルスピードのメンバー。デビューしたのは1995年で、当時島袋ひろ子さんはまだ小学5年生だったのです。低年齢だったことに加えて、ダンスや歌唱力のレベルの高さが話題になりました。日本テレビ、ザ・夜も引っ張れ、に初出演したのが1995年11月11日だったのですが、その時はグループ名は決まっていなかったのです。番組内で公募するという企画があり、1996年1月にスピードに決定。デビュー曲は、ボディ&ソウルで、60万枚ものセールスを達成したのです。当時は安室奈美恵さんやマックスなど、沖縄出身のアイドルシンガーが席巻していました。メインボーカルとして、特徴のあるハイトーンボイスでデビューと同時に人気が爆発。早乙女ゆうきさんと島袋ひろ子さんが出会ったきっかけは、2016年に出た舞台、遠間駅歌舞伎での共演でした。感性が似ていた2人はすぐに意気投合し付き合うようになったのです。夫婦仲は非常に良いようで、どこに行くにも常に一緒なのだそう。お互いの友達と食事する際も、誘い合うほど。年齢差は12歳と一回りも違うのですが、年の差が気になったことがあまりないそうです。お互いの誕生日など、記念日にはそれぞれが SNS で祝い合い、とても仲の良さそうな写真も一緒に上げています。いつまでも素敵な夫婦でいてほしいですね。